やべ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 、ちょっと待った、ちょっと待って、嘘。はい、アキラソースです。 F1 女子が F1 キャリアモードに挑戦、シーズン9第3戦中国グランプリやっていきたいと思います。今回はアップグレード、なかったので戦力変わっておりません。チーム勢力図としては、まあ、真ん中の性能という形になります。それでは、条件等はね、特に前回と変更なしなので、トラコンオフ再挑戦3戦目いってみたいと思います。あーやばいちょっとクリッピングポイント、ちょっと早くイン側行き過ぎた。ちょっとこれ2周目やっていきましょう。さあちょっと前の直線で追いついてしまいそうだ。ただトを使おうか、トを使えると思えば悪くない。うわっ、危ねえまあ悪くないと思います。あははは、最後にポカった。それでもファーストテスト。さあアタック2回目。あやべキング早すぎた。まあコンマ5、ファーストテストだ、いいぞ。さあラストアタック、現在1番手。周りからタイム更新されなければポールポジションが取れるかどうかというところ。よし、コンマ1、セクター1ベスト。なってしまった。ただセクター2もベスト。このセクター3、さあコンマ7、結構今の立ち上がりが良かったんでしょうか。コンマ7は大きいぞ、これは更新できるだろう。ちょっと突っ込みすぎだ、ちょっと今突っ込みすぎたおかげでコンマ7の貯金がなくなってしまいましたが、上出来だ、よくやった、いい走りだったぞ。よし、ポールポジション。予選の興奮がまだ冷めませんが、トップ3を確認しておきましょう。よしよし、いい感じですね。トロロッソ、ボッタス、ルイス・ハミルトン、今日はこれでお別れです。明日のグランプリ決勝をお楽しみに。13番手ダブル入賞を目指していきましょう。くぐり抜けた各社のグリッド順位を見ていくことにしましょう。さあポールポジションはトロロッソ、横にはバルテリボッタスが並びます。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ハミルトン、アロンソ、カルロス・サインツ、マグヌッセン、ペレス、ヒュルケンベルグ、ルクレール、エステバン・オコン、エリクソン、ライコネン、ピエール・ガスリー、ベッテル、バンドーン、シロトキン、ダニエル・リカルド、ランス・ストロール、グロージャン、最後尾に位置するのはマックス・フェルスタッペン。スタートまであとわずか、ここでコースを確認しておきましょう。見事ポールを獲得したが、勝負はこれからだ。スタートしたらインサイドをケアしろ。さあ、いつ入るか、5周目。まあこれちょっとタイヤライフ的にダメになっちゃってるんですけど、まあまあ予想タイムではねマイナスなんで、まあそれを信じていきましょうかね。よし、行きましょう。このコースは結構、まあ、楽だったというか、ラインオフになれるのにそんなに時間がかかりませんでした。さあ苦手なスタート。
体勢立て直しせれた。あ、よかった。とりあえずダメージがあるかどうか分かりませんが、あ危なかった。あー、インにいる、インにいる、いるいる、インじゃないや、アウト。あー、おかげでアウト、インアウトのライン取りができなかった。ちょっと計画が狂ってしまいましたが、さあ、の長い長いストレートで直線の塔を使っていきたい。あー、しかし離される。さあ、ここで置いていかれたくない。ただ無理して開けちゃうとスピンしちゃうので気をつけて。よし、いい感じ。さあ、スリップに ERS は使えないけど、はい、スリップ入った。さあ、これはいけるか。さあ、ブレーキングも無理はしていない。そんなに奥に突っ込みすぎてないので、ここで綺麗にオーバーテイク。さあ、オープニングラップを1番手で戻ってくることができました。さあ、これ以降は落ち着いて走っていきたいですね。さっきのちょっとアウト側接触してとかいうことがないように、できれば単独で。そして1秒以上離していきたい。あ、やばいやばい、これ突っ込みすぎ、突っ込みすぎ、突っ込みすぎ。危ない。いかんいかん、油断したわけではないけど。でもトラコンオフは結構油断した時につるんといってしまうので、あっ、あ、危ない、カット取られるかと思った。ふう、よし、どういうわけかだいぶ離れた。これはポール2ウィンできそうだ。ただ自分がどっかでスピンすることも考えられるので、十分あるので気をつけなければ。もうすぐピットインだ、ソフトに変えるぞ。ここで巻き込んでるからちょっとアウトに行っちゃうんだよね。そこが多分タイム失ってるだろうな。結局ラインオフ、タイムアタックモードでラインオンの状態のトラコンミディアムの自分のタイムにまだ勝てておりません。やっぱ 1,2 秒遅いんですよね、ラインオフだと。戦略このまま行きましょう。おっと、危ない。あそこ結構危ないんですよね。あ、危なかった。危なかった。よし、ちょっと安全マージンを残した走りに切り替えていきましょう。やべえ、芝生乗って滑った、やばい。一気に後ろとの差が、マージンが減ってしまいました。危ない、これがあるから怖い。いや、落ち着け落ち着け、まだ負けてない。
シンとの差は 2.6 秒。彼らは4秒ぐらいあったんですけど。4ラップ走ったタイヤだ。さあ、そしてピットイン。さっきのラップは速度違反にしないように細心の注意を払わないと。ああ、危ない危ない。また滑るところでした。やべやべやべ、ちょっと待って、ちょっと待って、嘘。嘘。ちょっと待った、前代未聞のミスだろ。大したことはないが、フロントウィングをぶつけたぞ。前代未聞のミスでした、今の。あんなミスやったことないのに。やらかしたな。そう、ピットイン練習でちゃんとここうまく入れたのに。さあ出ろ、コースに出たら全開でいけ。やらかした。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。やらかしました。盛大に。ちょっと後でリプレイ見ようなんかすごい面白いリプレイが見れそうです。さあ12番手、まあ、まだピットインしていない車も、いっぱいいるとは思うんですが、さあちょっと前に詰まってしまいそうな感じがしますが、まあ、レースはまだ長いんでね、今のミスはまだ最小限で済むと思います。多分、まあ、それでも10秒ぐらいのミスにはなるか。行き過ぎてバックするのにあれで多分5秒ぐらい、ウィング交換で5秒ぐらい。さあこの辺をまとめて直線で抜いていきたい。危ない。さあアロンソのを使って、ああこれ厳しいな。危ない。余裕を持ってブレーキング。ただ2台はオーバーテイクできたので、さあ前を追っていきましょう。現在10番手。ああなんかイン側刺してきた。ちょっと。ちょっと怖いからやめて。ルクレールに行かれましたが、ここでクロスライン前に行きます。危ない。さあ前はエリクソン。さあ次の直線でピタッと後ろにくっついていきましょう。さあオーバーランだけしないようにしっかり。おーっと危ない。あー危ない。さあそして前はガスリー。いつの間にかチームメイトにも先を越されてしまいました。おっとそうだ。ターゲットに対して1ラップの余裕しかない。ビッチのままでした。危ない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 。機械が右下見てると操作がおろそかになる。危ない。さあとりあえずノーマルに戻しました。あの直線だけリッチに回していきたいですね。さあ直線に行くまでに追いつきたい。チームメイトには負けられない。
イエロー。え、大丈夫か？コースクリアだ。あー、ちょっと遠かった。バンドンリタイア。さあ、でもこの距離なら DRS は使えそうだ。よし、加速がこっちの方がいい。そして DRS 効果もあって楽々オーバーっていく。さあ、そしておっと、ちょっと行き過ぎてしまった。危ない。これで8番手に浮上。そして前はヒュルケンベルグとその後一個、フォースインディア勢でしょうか。ちょっと前のが誰か分かりませんが、マグヌッセンとオコンですね。さあ、このトレインを料理していきたい。ちょっとヒュルケンベルグの立ち上がりが良くなかったので、それに付き合わされる形になってしまいました。あ、でもこうこれだけ接近してるときにまた追突してウイング壊したら元も子もないので、ここはちょっとおとなしくくっついていきましょう。あ、怖い怖い、真後ろにつくのが本当怖い。さあ、少なくともこの次の直線でヒルケンベルグをパスしましょう。あわよくばマグヌッセンまで食べたいんですが、あー、ちょっと今全開にするタイミングが少し遅れた。ヒルケンベルグもディアレス使えてるんでしょうね、きっとね。ヒュルケンベルグだけブレーキングで刺すことができました。まあ、今のギリギリでした。さあ、次はマグヌッセン、マグヌッセンとペレス、あ、じゃない、オコン、2台とも抜いていきたいですが、さあ、こういうところでしか危ない。ちょっとこついてしまいました。多分今のは影響ないはず。ウィングを、あー、危ねえ、残る燃料は、あー、危ねえ危ねえ。そうだ、燃料リッチにするとか言ってしてなかったですね。いや、ちょっと一つのこと考えてたらおざなりになる操作が。さあ、マグヌッセンをぴったり。おーっと、危ない。やばい。危ない。あ、危ない。あ、ミスったか。ただこれは DRS 使えるんで、いやー、失敗した。ワンミスで 2ポジションを落としてしまいました。さあ、ただガスリーも使えるけど、ここはインを取る。素晴らしい走りだ。いやー、せっかく苦労して2台抜いてきたのにまた戻ってしまいました。レースあと4周しかない。やばい。あっと、イン側接触してしまいました。グリーンフラッグだ。あ、ガスリーを撃墜してしまった。まあ、今のはレーシングインシデントやと思いますが、あ、でもイン側攻めすぎた感じになっちゃってるのかな。その可能性ありますね。ちょっとイン側締めすぎてピンさせちゃったかもしれない。ポストじいさんに怒られる。あ、やばい。さあ、ここで、おー、
危ない。さあヒュルケンベルグ抜くぞ抜くぞ。さあこれは DRS 使えますね。先に抜いてたので。マグネッセンは前のオコンの DRS 圏内にいるので、ちょっと直線で抜くときには DRS トレインになっちゃってますね。できればオコンまで抜いてしまいたい。燃料ターゲットプラス1、エンジンモードを上げられるぞ。しまった、なんでシフトチェンジして発速にしてしまったんだ。7速で引っ張るコーナーなのに上げちゃった。まあいいか。今はピタッと後ろにくっつくところ。うっと危ない。あーしまった、立ち上がり遅れた。DRS 入れたけど、これはさ縮めるだけでオーバーテイクには至らず。あー立ち上がりし、うわーだーやらかした。やばいやばいやばい、ごめん、誰か来る、ごめん。あー危ない、ここでトラコンオフの洗礼。いやーフリー走行の時からそこ、あの長い直線からのブレーキングからの立ち上がりで結構何度かスピン、全く同じスピンやったんですけど、決勝でもやるとは。さあただまだポイント圏内なので、とにかくポイントだけは持って帰れるように気をつけていきましょう。もうあと2周ですからね。とりあえずこの周はルクレールを絶対に直線で抜きたい。だいぶ後ろにくっついていくのも上手くなったなぁと改めて思いますね。最初の頃に比べれば。残る燃料は2ラップ分しかないぞ。さあ DRS とスリップで、お危ない、ぶつかりそうだった。さあ余力を残して回る。加速はじわっと。ファイナルラップ。さあちょっと前は遠すぎるな。ただまだ後ろルクレール来てるんで、直線で DRS に入られないようにしたい。無理して滑んないようにしないと。もう攻めなくていいんで。前との差は 3.2 秒。
まで来れば。イエローフラッグだ。お、どうした？誰かかかったんでしょうか。スピンでもしたのか。棚ぼた順位アップは最後にありませんでしたが、わあ、なんとか8位チェッカー。まあポールスタートからすると文句のつけようがない。不満が残りますが、まあしょうがない。あんだけピットインで盛大にやらかしてたらしょうがない。素晴らしいレースを終え、さあ今日の結果がチャンピオン争いにどう影響してくるか。素晴らしい結果を出し、ルイス・ハミルトンがランキングトップに立ちました。ドライバーオブザデーですが、誰を選びますか？グロージャンですね。今日の彼は別格で驚かされましたよ。さてコンストラクターズ、スタートそんなに悪くなかった気がするんですけど、どうでしょうか。我ながらトラコンオフのスタート苦手だったんですけど、今ちょっとまあ危なかったですね。マシンの向きがコースに向いてくれたんでよかったですが、盛大に最初から終わるところでした。さあここで先行を許してしまいます。さあそしてロングストレートで後ろにぴったりつけると、スリップを使って、まだ DRS が使えないのでスリップしか使えませんが、ここでイン、オーバーテイク。1周目をトップで戻ってきます。さあそしてトップ走行中の4周目、ここのコーナーでコースオフをしてしまいました。ただスピンではなかったので、後続との差が、4秒あったものが2秒に縮まってしまいましたが、まだ傷は浅い。そしてその周ピットインなので、ピットロードをに走っていきますが、オーバースピードで止まれず、まさかの直進、そしてバックをしている間に何台かピットインの車に先を越されます。速度違反は大丈夫でした。そして止まりきれていなかったので、フロントウィングをオレンジレベルに、先ほどの直進でぶつかってしまっているので、ここでウィング交換分さらに5秒ぐらいロースをしてしまいます。さらにすぐには出れないので、少しちょっと1秒2秒待たされてしまいました。その結果10番手で復帰、大幅に順位を落としてしまいました。さあピットアウトの周、この直線で立ち上がり狙っていきます。1台ザウバーをパス、そして前のマクラーレンのスリップを使ってイン側からオーバーティーク、一気に2台をパスします。しかしその直後ホームストレートで後ろにつけられると、イン側を突かれて先行を許してしまいました。ただここでクロスライン、イン側を取ってまたサイド順位をダッシュ。その周直線で前にぴったりくっつくと DRS でオーバーティーク。そしてまた次の直線、今度はチームメイトのガスリーの後ろにピタッとつけて DRS で一気に飛ばっていく。その翌週の直線で前のルノーを追いかけます。
リアレストレインなのでブレーキングで頑張ってオーバーテイク。その翌1コーナーで少し前を小突いてしまいました。さあ直線前の区間くっついていきたかったんですが、バランスを崩してしまったことで後ろのルノーにオーバーテイクを許してしまいました。そしてチームメイトにもパスされて一気に2番手ほど落としてしまいました。ただ直後の直線でガスリーを仕掛けていきます。ただここみんな DRS トレインになっているので、またブレーキングの飛び込みで仕掛けていきます。さあブレーキング頑張って前にもぶつけずにインをついて奪っていく。そしてその翌週 1コーナーちょっと色気が出てここインを刺そうかと思ってちょっと突っ込んだんですが、それが余計でした。そしてここでイン側ガスリーと接触してガスリーをスピンアウトさせてしまいました。トーストじいさんに怒られます。前を追いかけていきますが、ここの直線では詰めるだけで精一杯、オーバーテイクには至りませんでした。そしてこの最直線明けで回ってしまいました。これでまた再び順位を落とします。さあレイさん残り2周一つでも挽回しようと前の車にくっついて、また単独なのでここは DRS で綺麗にオーバーテイクしていきます。素晴らしい走りでした。いかがでしたか？私たちが過小評価していたということでしょうか？うちのチームも過小評価しすぎでしたね。一丸となれば我々にはすごい力があるんです。あ、間違えた。誠実さ。ライバル選手と少し接触があったようですが、何があったのですか？いやまあこっちにしとこうか。お互い F1 で頂点を争っているんですから、こうした接触は避けられないこともありますよ。やばい、いい子ちゃんになってる。 F1 というより、おい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 、遊園地のゴーカートでしたが、おい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 そんなこと言われる筋合いある？そんなタイム遅かったわな。まあちょっと信じられないようなピットレーン直進とかいう信じられないようなミスしちゃいましたけど、ちょっとじゃれ合っただけですよそうだよね、評価下がるもんね。以上です。さあ結局ハミルトンには勝てずじまいですね。さあじりじりと負けつつあります。さあまた、あ、もう開発するのがあんまりないんですよね。ご苦労様、期待通りの結果よ。頑張って。新しいヒストリックイベントに招待されているの。招待を受けるか、このレース期間中に決めてちょうだい。これしかないですね。もうとりあえずこれギアボックスやっていきましょう。これでもうカンストです。カンストなので、もう我がチームこの戦力から伸びないですね。なのでもう抜けません。というかなんか他にあるんだろうか。でもチームごとのもう上限決まってるんでしょうね、きっとね。もう今シーズンダメですね。これでもう伸びしろないから。どうすんだろう。この辺、なんかこういう、でもこれね、価格と失敗率とかそういうあれで、これで品質が上がるとか、そんなに確率であれですもんね。
直接のアップグレードじゃないからこれ関係なかったと思うんですけど、まあチームごとの上限が微妙にばらつきがあるということでしょうか。まあメルセデスがね一番上だし、多分メルセデスもきっとカーストしてるんでしょう、きっと。ってなるとルノー高すぎる気もするけど、そしてフェラーリどうしたって感じですけど、まあ何はともあれ、とりあえずね、トラコンオフで初めて、ポールポジション取ったんじゃないでしょうか、おそらく。で、多分ノーミスでいけば何ら問題なく勝てていた試合だ、レースだと思うので、まあ惜しかったなと思うんですけど、まあ入賞できたんでとりあえず良かったかなと思います。やっぱね、一箇所滑っちゃいましたよねあのスピンはいただけなかったなという感じではありますが、まあリタイアとかね、そういうクラスの、ミスはなかったんで、まあ最低限良かったかなと思います。そして次は苦手な市街地アゼルバイジャン、まあモナコやシンガポールよりはマシなんですが、トラコンオフでどこまでできるか、あとここのコースでラインオフがきっちりできるかどうか、ちょっと練習次第というか、まあ個人的にはあんまり練習したくないサーキットなので、ちょっとやってみて、あこれちょっと時間かかりそう、相当練習しないと無理そうだと思ったらラインありにします基本嫌なことはやりたくないということで、ゲームは楽しんでやってなんぼなので、ちょっと嫌なところの練習は最後の最後に置いていきたいと思います。楽しいことだけやっていきましょうということで、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それではまたね。